エアマックス骨格モデル直立型について説明します。まず体幹部はこのような状態で梱包されています。こちらをスタンドに設置します。で、腸ネジを締めて固定します。続いて頭蓋骨を取り付けます。頭蓋骨の頭頂部、こちらに穴がありますので、こちらにまず固定用のピンを通します。そして大口部分からピンが出ているのを確認し、脊柱に通っている軸棒に接続します。続いて上肢を取り付けます。肩の関節金具、こちらにピンを使って上腕骨を取り付けます。ピンの出ている長さが足りないような場合は、金具を少し押してピン先をしっかり出してください。この状態でナットを締めて固定します。次に下肢を接続します。股関節部分も先ほどの肩関節と同様に金具がありますので、こちらにピンを使って大腿骨を接続します。ピンを通して反対側からナットで固定します。続いて膝から下を接続します。こちらも今までと同様ピンを使いますが、肩や股関節より長いピン、こちらを使います。膝関節にピンを通して接続し、こちらもナットで固定します。これで下肢接続完了です。同様に右の上肢下肢を接続して組み立て完了です。では動作等について解説します。まずは頭部から下顎、こちらが動作します。また頭蓋骨はピンで固定していますので、ピンを抜けば簡単に取り外して、こちらの頭蓋骨単体で使用することが可能です。頭蓋骨左右にフックがついていますので、こちらのフックを外すと頭蓋管の部分から分解することが可能です。でさらにこの下顎を止めているバネ、こちらを外して下顎を取り外すとも可能です。続いて上肢について、まずは肩関節から、こちらの動作は屈曲伸展外転内転、肘関節、こちらは屈曲伸展前腕、海内、海外、手首、小屈、背屈が可能です。また指先までワイヤーが通っていますので、ある程度形を変えて保持することが可能です。ペイントのない右側の上肢も関節の構造については同じですので、動作についても同様です。続いて下肢について
まずは股関節から屈曲伸展外転内転、次に膝関節屈曲伸展足首背屈底屈が可能です。指先までこちらもワイヤーが通っていますので、ある程度形を変えて保持することが可能です。関節等の構造についてこちらも右下肢が同様ですので、動作についても同様です。続いてペイントについてですが、赤のペイント、こちらが金の騎士、青のペイント、こちらが金の停止部を示しています。またこの緑のペイント、こちら最長筋の付着部、そして黄色のペイント、こちらが長肋筋の付着部を示しています。